ということで、次のゲームの解説の方に来ていただきました。解説のミスメさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。魔物ハンター陽子ダニアの継承解説担当させていただきますミスメです。よろしくお願いします。今のうちに、まあ、ゲームの説明とか軽くしておきましょうかね。まずね、この魔物ハンター陽子自体がね、結構マイナー作品だと思うので、まあ、この魔物ハンター陽子自体が、ね、これ自体何ですかっていうところからちょっと説明させていただきたいと思うんですけど、この作品がね、1990年代の初頭に登場したものでね、大筋としては代々伝わる魔物ハンターの家系に生まれて、108代目の魔物ハンターとなってしまった主人公の陽子の学園生活と魔物との戦いという物語というのが大筋ですし、まあ、その設定で、オリジナルビデオアニメを主軸にゲーム、ノベル、漫画といった多ジャンルに展開。まあ、いわゆるメディアミックスってやつなんですかね。当時まだそのメディアミックス展開っていうことをする作品自体があまりなくてですね。まあ、珍しかったのと、あとまあこの手の戦う女の子としてのコスチューム、この主人公のキャラがチャイナドレスを基調にしたデザインなんですよ。まあ、それもまた珍しいということで、ちょっとなんかまあそういう人たちの中で話題になったっていうらしいんですが、まあ、僕はちょっとその辺の当時に。それのことはよくわからないです。まあ、いろんなゲームとか出てるんですけど、まあ、この作僕はこの、ね、この作品のシリーズ、このメガドライブのゲームのことしかよく知らないです。いろいろなんか、ね、ウィキペディア先生がいろいろそうやっておっしゃってました。で、まあ、その、ね、作品、そのマムナハンター陽子の作品群の、まあ、ゲームが第1弾ということで、これは91年にメガドライブで発売されたゲームで、ジャンルはアクションゲームなんですかね。まあ、いわゆる、まあ、そんな元がアニメ作品ということで、一応キャラゲー的なものにはなるんですが、このメガドライブ版のゲーム内にキャラゲー的要素がほとんどなくてですね。まあ、普通のステージクリア型のアクションゲームなんですけど、まあ、ステージクリア時にちょっとした一枚絵が入るくらいで、ゲーム中にキャラのセリフとかそういうのも全くなくて、でしかもさらにね、難易度が比較的高めっていう、まあ、これ本当にどこのファンに売るつもりでなんか作ったのかなってちょっと疑問のつくゲームなんですけど。で、この後ゲーム作品他に PC エンジンで2作作られてるんですが、まあ、そちらはビジュアルシーンが多めのアドベンチャーゲームということで、まあ、本来この、ね、ファンに求められたのはこういう作品じゃないかなって感じで、まあ、PC エンジン版が浮いてた、メガドライブ版が浮いてしまった感じになってるんですけど、まあ、そういう感じの、ね、作品群の中のゲームの第一弾というか、そういったたちの剣を持って、まあ、基本的に主人公が、ね、剣で敵を倒していく感じ、まあ、でメガドライブ版なんですが、まあ、メガドライブ版のストーリーとしては、魔界の女王フェリアムってやつがいて、まあ、そいつが、ね、人間界への本格的な侵略を始めようとするところなんですけど、まあ、それでて初めに、まあ、陽子女子高生なんですけど、ね、陽子の通う学校その陽子の通う学校を魔界に引きずり込んで、まあ、陽子との戦いが始まるっていうことです。でさ、まあ、タイトルにあるダイナノの継承っていうサブタイトルなんですけど、これはまあ学校の、ね、鐘を表していて、まあ、この鐘がゲーム中にも何度か鳴るんですけど、その鐘が7度目の鐘が鳴るまでに陽子が、ね、フェリアムを倒さねばね、陽子たちの運命はみたいな、まあ、そんな簡単なストーリーです。これは Hello. そうですね、メガドライブなんでね、やっぱりアクションゲームマニアすごいのが当時でも多かったと思うんでね、そういう向けにあ、そもそもなんでメガドライブで作ったのかっていうところから始まってしまうんですけど、それの話になると。で、ゲームシステムについても説明しておきましょうかね。まあ、本当基本的には横スクロールのオーソドックスなアクションゲームなんですけど、まあ、操作方法も左右の移動、しゃがみ、あとまあ2ボタン、ジャンプと攻撃の2ボタン制で本当にシンプルなんですけど、まあ、ちょっとね、それところどころに特徴的なシステムがありまして、まあ、普通にジャンプはまず普通にジャンプ、2段ジャンプとか特になくて、それでダッシュとかもないですね、左右移動で普通に移動です。洋服以外完全にとばっちですね。でもそういった要素も特にゲーム中には出てこないです。ゲームスタート直後に一応ね、学校が魔界に取り込まれるみたいなシーンが入るんですけど、まあ、ある程度はそこは飛ばされます、ね。ポーズ、スタートで連打で飛ばされてしまいます。で、普通にジャンプ、一応あと三角飛び、壁蹴りがあるんですが、まあ、あんまり使う場面、高さを稼げないんで、このゲームの三角飛び。まあ、落下時の、ね、リカバリー、一部のシーンのリカバリーに使えるかぐらいで、まあ、本当にタイム短縮極めるなら一部使える場面もあるんですけど、基本的にはまあ忘れていい要素ですね。あと、攻撃が剣攻撃なんですが、このゲームの剣攻撃がね、かなり特徴的で、まあ、基本的にはね、通常モーション、まあ、剣を両手に構え、
えて、あの肩の位置ぐらいまで。で、剣の先が頭の後ろに、まあ、普通に剣を構えてる感じで、まあ、想像してもらったら分かりやすい、分かると思うんですけど、剣を両手に持って、あの、ね、肩のぐらいまで、位置まで手を上げているの。まあ、それが基本ポーズなんですけど、まあ、そこから攻撃ボタンを押すと、剣を振り下ろします。この時、剣の位置、振り下ろした時の剣の、あの、アニメーション結構細かく、高くて、その位置にちゃんと攻撃判定が発生しています。だから、その、振り始めは頭上から、ね、あの頭上あたり。で、ね、中頃は正面。で、振り下ろした後はね、剣の、あの、足の先ぐらいっていう感じで、ちゃんと判定が要していきます。で、さらに、攻撃をした後にしばらくボタンを押しっぱなしにすると、自キャラの妙子の周りに、緑色の輪っか状のバリアが貼られます。このバリアは敵のね、一部の弾、小さいものがね、防ぐことができます。ただし、防いだときに、その防いだ部分の輪っかが欠けてしまいまして、その欠けたところはしばらくすると修復されるんですが、そこに連続で攻撃を食らうと貫通してきてダメージを食らうっていう。で、さらに、このバリア攻撃にも使えまして、バリアがね、発生する状態でもう一度攻撃ボタンを押しますと、飛び道具として、戻ってくるブーメランタイプ、ブーメランのような飛び道具として使えます。でしかも、この攻撃、レバーの入れてる方向によって、まあ、真上以外の7方向に飛ばすことができます。で、これをうまく使って敵を倒して進むのがポイントですね。あとはジャンプ中に下突き攻撃もできますね。そうですね。あと、先生、このゲーム先ほど攻撃判定の発生が特殊と言ったんですがね。攻撃ボタンを普通に押しただけだと、剣を下まで振り下ろすんですよ。リーフシールドって、戻ってくるんでね、リーフシールドとは違いますね。使い捨てではないですね。ブーメランに戻ってきます。射程距離だいたい画面3分の2ぐらいですかね。で、その剣を振り下ろすんですけど、その振り下ろす前にもう一度ボタンを押すと、モーションキャンセルして最初からやり直します。つまり連打すると、剣を最初の構えの状態でね、頭上に構えたあたりのところで連打、バタバタするような感じになるんです。この時、後頭部から頭上にかけて連続で攻撃判定が発生するんですよ。で、これをうまく当てると、耐久値のある敵も一瞬で倒すことができます。これはかなり通常プレイにおいて、特にこのタイムアタックにおいて非常に重要な要素で、まあ、そのプレイヤーの多分、そうそう、今回プレイヤー3人いらっしゃるんですけど、レースなので、まあ、各プレイヤーの方と必ず使うテクニックなんです、まあ、そこにちょっと注目していただければ。失礼剣、そうです、そう、背中を向けて、もうボス戦、そうですね、そのボス戦にあったらまた改めて解説させていただきたいと思うんですけど、ボス戦は基本的に背中を向けて攻撃連打が基本です。そうするとね、連続で攻撃判定を当てることができて、一気に耐久値削れるので。そうね、あとシステム的には普通に、あとタイム制限式、まあタイムが減っていてゼロになると、ワンミス死亡。あと、まあ、あんま関係ないですけど、スコア。と、体力、そう、体力、主人公で、ようこ体力式で、まあ普通に敵の攻撃減る、食らうと体力減るんですがね、これもまたちょっとね、独特なシステムがありまして、敵の攻撃を食らうと、まず体力が大きく減ります。で、しばらくすると徐々にその食らった分の大体3分の1程度回復します。だから半分食らう攻撃当たった場合、まず一気にゴッて半分減って、その後徐々に回復して、まあ大体3分の1減ったぐらいに落ち着く。で、それでこのゲーム、自キャラの、ね、攻撃食らった後の無敵時間が非常に短くてですね、その攻撃を連続で食らうと一気にその体力、一回のダメージが大きいので、連続で食らうと一気に体力減って死んでしまいます。大体敵の攻撃、小さい弾であれば、まあ、大体5、それぐらい6分の1ぐらいで済むんですけど、敵の体当たりやったら、もう3分の1から半分ぐらい上で持って攻撃多いので、ね、で、このゲーム、敵が非常に、本当にね、敵が非常に多くてですね、まあ、体当たりが連続で食らうシーンも非常に多いんで、ね、まあ、その敵をいかに、ね、バリアと攻撃を使って捌くかっていうのがかなり見どころになるかと思います。と、アイテム。ステージ中に一応アイテムとかあるんですが、まあ本当にこれもシンプルで、体力回復の赤い宝力と、1アップの陽子人形、自分を取ると1アップって本当にね、どういう理屈なんですかね。いろんなゲームでありますけど。そうですね、本当にアイテムもそれだけで、本当にその辺はシンプルです。で、見どころですね、もうちょい見どころは本当に敵が多い、特にね、まあ前後ステージ構成なんですね。自分の、このゲーム生首じゃないですね。人形ですね、自分の。生首といえばね、ロックマンとか有名ですけど、生首を取ると言っちゃう。生首がそもそも自分の生首がその辺に置いてあるってのはよくわからないです。まあ、ゲームのそういうところに突っ込むのもやむなんですけど。なんでこれが置いてるのかなとかそういうのを考えると、またちょっと面白くなってきます、ね。
見どころとしては、まあ、前後ステージなんですけど、まあ、1ステージ目はそこでもないんですけど、2面以降が本当に敵が多くてですね、特に3面と4面が非常に本当に敵が大量発生して、どんどんこっちに突っ込んできたり弾撃ってきたりするんで、ね、そこをいかに捌くかっていうのが本当に重要で見どころですね。でこのゲーム、そうですね、タイム短縮のコツというかテクなんですけど、本当に死なないことです。本当にこのゲームね、やってみれば分かると思うんですけど、死にます。本当に死にます。今回走者の方3人レースなんでいらっしゃって、各ねスピードラン .com の、リーダーボードそれぞれね、まあ、このゲーム登録者5人しかいないんですけど、そのうちの2、3、4位の方なんですけど、まあね、それぞれ の方々どれもかなりやり込んでる方なんですけど、まあ、多分そうね、僕予想では大体どの走者も2、3、4面でまず1回、2面はそうでもないかもしれないですけど、3面と面は多分1回は死んでしまうと思いますね。これもうそれぐらい本当に敵の攻撃厳しいです。それぐらい敵の攻撃厳しいんで、本当にメガドライブって同世代のゲーム機スーパーファミコン PC エンジンの中では CPU 性能が強い方で、ね、アクションゲームとかシューティングゲームに向いてるって言われてるんですけど、そのメガドライブのゲームにもかかわらず処理落ちします。4面なんか本当に顕著なんですけど、本当にやけくそのように敵がね、いっぱい飛んできて弾撃ってくるっていう場面がありまして、ね、そう処理落ちしつつも進むか、それか、まあ、立ち止まって、そう処理落ちするとね、ゲーム中の、まあ、時間はそれに止まって遅くなるんですけど、実時間ではね、タイム の進行遅くなったりしないんでね、まあ、そう処理落ちかけてのまま進むか、それともちゃんと敵を倒して進むかっていう判断、駆け引きもかなり重要ですね。結果的に立ち止まった方が早くなる可能性もあるので、あとそうですね、死亡時、そう死んでしまう、よく死亡、戻り復活のゲームで、まあ、戻り復活なんですが、中間地点かなり細かく刻まれてまして、まあ、ワンステージ中間地点どんぐらいあるかな、でもだいぶありますね。本当に普通のゲームだったらワンステージにね、本当真ん中あたりに中間1箇所とかもあるんですけど、このゲームかなり本当に中間地点細かく区切られてるんで、戻ること自体はそんな距離戻されないんですけど、まあ、だいたい死亡演出復活で再スタートまでだいたい10秒弱で、まあ、あと進んだ距離ともう一度そこまで戻されて、もう一度、ね、再スタートでそこまで進む距離合わせたら、だいたいワンミス15秒から、まあ、30秒ぐらいにロスになりますね。で、だいたい早ければ16分、まあ、だいたい、また17分ぐらい収まると思うんですけど、一発であれば。まあ、そのね、それの17分ぐらいのゲームで1回ミス30秒って結構でかいのでね、そこを本当にいかにミス減らせるかっていうのがね、1位の方はちょっとね、極東の島国の、東の島国の方なんで、ね、ちょっとスウェーデンは遠くて行けなかったらしい。このゲーム、そうですね、その5人しかいないんですけど、そのうち3人で、しかもね、国籍が違うんですよ、それぞれ。まあ、これ今、ESA スウェーデンで開催されてますけど、まあ、1人は地元スウェーデンの方なんですけど、もう1人はオランダ、でもう1人アメリカってね、まあ、そのうちのね、その3人がね、一堂に会して集まってプレイするってね、やっぱなかなかすごいと思いますね。なかなかないことですよ、こういうの。ワールドワイドですよ、ワールドワイド。グローバル RTA ですね。まあ、大体この辺ですかね、全員説明しないといけないのは。アイテム、システム。あとね、落下し、まあ普通のこの辺アクションゲーム、落下しもありますし、まあ敵の攻撃では基本的には即死攻撃はないですね。全体的にダメージでかいけど、即死したりはしないんです。体力満タンであれば一発は、まあ、必ず耐えられます、体力。マイナーゲームこのゲームメガドライブでしかも日本でしか発売されてないゲームなんですよ。なのにしかも走者が今1人除いて全員外国の方っていう、まあ、メガドライブ自体がね、メガドライブ自体は海外で人気ですからね、そういうのもあるんでしょうけど、あ、もう始まりましたね。ん、始まってないです、まだ画面映りましたね。今3人レースですね。一番左がビートリム氏、真ん中はマザーブレイン氏、で3番目が JK です。マモノハンターヨーコー。
もう始まりますかね。あんまりゲーム中のドット絵であんまり、あ、そう、大体は今右端の画面、主人公がどんどん画面、そう、こんな感じ。本当に数少ないキャラ要素。タイトル画面でしばらく待ってると、これ、ね、あら、表示されます。両方の。はい、ウッドラック。一面シーン1魔界インバラボス貴重あの一面はこのね植物の巨大な茎を渡り歩いて右に、まあ、このゲーム右スクロールなんですけど縦にもあの縦にもフィールド広くて上に登るシーンとかもありますね。一面序盤は簡単なのでThese guys 敵がね全体的にあの敵強力ではあるんですけど大量に出てきたり耐久値のある敵が実はあまりいないんです。ちょっと真ん中もたついてます。カレーチャップアイテムですね、まあ、なので基本的に剣の攻撃一発かバリア一発で始末できるのでここの縦の茎登るシーン結構難しくてこの茎 の足場の判定がちょっと分かりづらいのもあって狭くてちょっとここ実は結構登りづらい。死にはしなくて大きくタイムロスもしないんですけど結構地味に難しい場所であったりします。それで敵結構当たりダメージでかいんですけど当たってでも進んだ方がいい場面もありますし回復自体はシーンあのワンステージ2、3ってまあまあ回復はできチャンスはあるので大体ボス前には1個置いてあるので、まあ、そうそうあんまボスで死ぬゲームでもないので、まあ、どっちのダメージが本当に重要ですね。ちょっと真ん中がちょっとクレ気味ですね。ここでボスシーンなんですけどこの今風これ風が吹いてるんですよ。左右に流されます。であの飛んでる蝶々みたいなやつが一面ボスの貴重機でこの時点でまだ攻撃判定ないんですが風を吹かして両方下に落とそうとしてきます。ここ今、まあの東の JKR さんスムーズに登りましたけどあの S 字のとこかなり難しいです。で一番登るとボス戦が開始されます。ボスは基本的に体当たり攻撃とあとはあの画面の鼻の中央から花粉が飛んでくる。あもうこれはちょっとリトニオさん見すぎましたがね。JKR さん倒しましてこれ多分、はい、倒した後に本来ならあのタイムボーナス加算があるんですがその前に自殺することによってそれをキャンセルしてあの短縮できます。大体10秒近く短縮されることもあります。で2面突入2面真に魔改ざんボス下流期2面序盤下から最初に火が吹き出してくるのですがあれが全くランダムではないんですけど何パターンかからの選択式 であの序盤2面序盤にダメージ受けるとねあの最初2面は最初の回復が遅いのでそこまで体力温存したいよね。序盤で、ね、体力を使ってしまうとね、ちょっとあのわざと死んであの、体力を回復して復活するって選択肢も考えられますね。ステージクリア時にちょっと1枚のビジュアルが相入るんですけど、ね、もう飛ばされてしまいます。残念ながら、じっくり見ることはできません。あの時必死にスタートボタン飛ばせるんですよ。必死にスタートボタン押しますね。だって、飛ばさないと。でこのゲームはあまりその大きくタイムを短縮できるポイントとかないんですけど、ただ唯一ここ、今右端 の, あの3番目の方、ここあのね、一見飛び越えれなあのそうなんですけど、実は全然飛び越えれなくてね、これちょっと苦戦してらっしゃるんですかね。ここが非常にジャンプが難しくて、通常ルートで行ければ、行くところ、一発でジャンプ成功すれば30秒近く探すってきます。結構今、早いですね。今だいたい5回ぐらいのジャンプで成功しましたかね。5回ぐらいだったら十分早い方です。ここ本当に難しいんですよ。一見本当に普通のギリジャン決めるだけに見えるんですけど、坂の、足場のギリギリのところが坂になってますね。ちょっとでも行き過ぎると、本当に多分猶予1ドット1フレぐらいしかないんじゃないかっていうぐらい。もうギリギリ、その自キャラのね、自キャラが移動時に足を前後に激しく動かすせいで、位置の、自分が今どの位置にいるかって分かりづらいので、ね、そのせいもあって本当にギリギリジャンプが難しいです。今これ、中間地点過ぎたところで自殺ですね。ここから先ちょっと体力、もう回復すぐ本当先なんですけど、ここまでサドルツ君が厳しいので、ちょっとこれはわざとミスして体力回復したところです。潰して回復回復ですね。そうです、体力回復です。ご了承してもいいんですけど、ご了承する体力を残すのが難しいので。では、1番の方も遂行しましょう、ジャンプ。2年後半は地下を進んで、まあ、火、このゲーム、吹き出てくる火はフレームダメージなんで、まあ、当たってる時間が長ければ長いほどダメージなんで、一気に駆け抜ければそんなにダメージは食らわないです。
あの一番の方、今山登りのところで聞きましたが、ここはかなり厳しくて、ここで体力削られて最初の回復までいけないんで、登り切ったところで死ぬのが基本的。あ、ちょっとこれは連続でまずいですね。これはかなりタイムロス、ツーアウトは。3番そろそろボスですね。2番からちょっとここは体力もしんどいんで、ちょっと待って慎重に進んでます。2面ボス下流域なんですが、これ先ほど言ったように出現地に構えて連打すると一気にダメージを与えて、はい、これで撃破です。で倒したらすぐに飛び込んでタイムボーナスのチャンスにします。連打力が速くてタイミングが合えば最初に降りてきた時点で倒せますね。あれはシーンさん突入しましたね。魔界湖ボス水呼吸水のステージです。このステージ、あの最初から本当にクライマックスで、下から飛んでくる魚が必要に体当たりしてくるので、でかなりダメージがでかくて、あれが本当に注意です。ここをうまくさばけるかで、かなり3面の速度タイム変わってきます。そう、太も見れないじゃん。まあ見れない、ね、見たければ自分でじっくりお前たちの上で確かめてくれ。そういう楽しみを残しておきましょう。これかなり3番の方、これかなり順調ですね。3面序盤このダメージで済むのはかなり順調ですね。これなら余裕で最初の体力回復まで行くことができますね。このでかい半魚人みたいな敵来たら、耐久力がなかなか高めな上に一発の攻撃力非常に高いんで、まあ、このステージの中の敵キャラとしてはかなり優しい方なんですけど、あいつにダメージ一発に食らうと非常に、ね、厳しくなるんで、ここの動く足場もここも非常に、あの空から虫が飛んできたり下から魚が突っ込んできたりするので、ここも本当にダメージポイントなんです。一番今2面ボス入って倒しました。ちょっとやっぱりかなり遅れ気味ですね、これは。これはきっと厳しいかもしれません。そうですね、これダメージ幕、本当に一発でかいんで、あの魚、あの半魚人なんです。で、今3番の方、ここは、ちょっと配信画面で分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっと竜巻のようなつむじ風のようなものがあって、それに打ち上げられることによって上の足場に登れるんですけど、あれ、あのダメージ確定です。理論上このゲームのノーダメージクリア、あの場面のせいで無理なんですけど、まあ、だいたい体力5分の1ぐらい絶対持ってかれるんですけど、あの時点で体力なかったら死亡確定です。でしかも登った直後があの中間地点なんで、ね、あそこまで体力残せないとね、判断したらもう手前でわざわざ死んで回復しないといけないんですね。これそれあのこの足場の行った先がボス点ですね。これで、はい、水中、まあ、3面ボスだけ水中戦。ここは別に水押しもしないです。で、水中はジャンプ連打で、あの、上水をすることができます。はい、これも位置合わせして連打で、はい、3面ボス撃破です。でも、2面ボスと同じくね、かわいそうな瞬殺される出落ち野郎ですけど。普通にね、知らない、あれを知ってるか知らないかで、このゲームかなり難易度変わりますね、ボス戦。かなりどころか、全然違いますね。ここも連打力要求されます。そうそう、今一番処理落ちしてますよね。あんな感じで処理するシーンが、ね、今4面突入しましたけど、3番この際、今3番の画面飛んでる鳥ってかコウモリなんですけど、あれが非常に、ね、大量に出てきて、しかも大量弾をいっぱい吐くので、あれがいっぱい出てくると処理落ちします。2番が3面クリアしましたね。クリアした人の画面を見ればいい。ビジュアルシーン見たければ、ね、一瞬の隙をついてね、スクリーンショットをわざわざ走って、押さない。これ、ほら、処理落ちしてますよね、3番の。これ、あの本当に鳥が、弾を撃ってきてね、いっぱい出てくるんで。これ、ちょっと厳しいですね、1番の方。あー、3番、死にました。ここ、ちょっと中間地点手前なんで、ちょっとタイムロスですね、これは。これはちょっと厳しいかな。本当に4面、3面4面が体力的に本当に厳しいんでね。あ、もし、あの、死ぬ、本当に死ぬ場合も、あの、ただと死んで体力回復重要なんで、ね、死ぬポイントも重要ですね。で、4面、このね、木のゾーン、今、あの、3番の方、木のゾーンに来てますけど、ここが、この木のゾーンが2回来るんですよ。まあ、3回あるんですけど、そのうち1回目と2回目が、まあ、今ちょっとかなりこれスムーズですけど、かなりコウモリの出る場面で、この後もすぐもう1回来るんですけど、まあ、4面ここが一番、あの、ここが一番ね、難所ですね。本当にここ大量にコウモリが出てきて弾吐きまくるので、これをいかに足止めずに倒してさばいて進めるか、体力減らさずっていうのが重要です。そう、死に場所考えるの重要ですね。画面割れてるのは何ですかね、なんか取り込みかなんかの都合かなんかでしょう、ね、これ上下する足場もね、ちょっとね、このゲームね、ちょっとね、キャラの、モーションのせいでね、
足場の端っこが分かりづらいのあって、ね、どこまで進んでいるのか分からないところがあって、行き過ぎて落ちます。このでか、あ、セーブ、あ、ギリギリ危なかったですね。ここの穴結構飛び越えるの難しいです。行き過ぎると坂に足滑らして、そもそも飛べずに落ちるんで、だから本当にギリギリジャンプするの難しいんですね、このゲーム。足場の判定分かりづらいせいで。そうで本当に敵出ます、このね。これも処理落ちしてますけど、これも処理落ちしながらでも突き進む感じですかね、これは。バリア、あのバリアが基本的に弾防いではくれるんですが、あんだけ弾多いとバリアのかけたとこからすぐに侵入弾が入ってくるので、あまり意味がないですね。だったらもうすでにバリア倒すか剣で出して倒した方が、あ、そうそう、ね、このゲーム普通にあの敵の攻撃ですね、そう言うの忘れたんですけど、敵の撃ってくる弾こちらの攻撃で相殺できるので、あの頭上から来る攻撃であれば、あのボタン連打で頭上に、ね、攻撃判定を連続発生させることによって、まあ、防ぐことができますね。で本当に本当に真ん中今すごいですけど、処理落ち本当に処理落ちしてます。3番そろそろボス戦ですね。このステージのボス、このステージのボスも非常に耐久値高くて強敵なんですが、スタート地点で出待ちすることによって、はい、これで一緒に走ってダメージを連続で、ただしこのボス耐久値かなり高いんであれだけでは倒すことができません。でこの上から降ってくる岩を自分の攻撃打ち消しながら、あの輪っかを飛ばしてダメージを、これで多分倒せますかね。はい、4ブス撃破ですね。ちょっと他のプレイヤーでも残機的にはそんな変わらないです。あ、これ一緒で、1番の方見逃したら、1番の方ゲームをコンティニューしてますかね。これもしかしてスコアが低い、ちょっと見逃してしまったんですけど、もしかしてコンティニューされてらっしゃいますかね。1回コンティニューしてましたよ。してますか。ちょっと申し訳ない、見てませんでした、申し訳ない。コンティニュー、一応コンティニュー制限式ですけど、コンティニュー7回できるんで、まあ完全にゲームオーバーになることはないですね。コンティニューも、まあ、まあ大体コンティニューしても普通の死亡とあんまりタイムロス的には変わらないんで、普通にワンミスカウントぐらい、まあワンミスで大体10、ね、20秒ぐらい損するんですが、まあ、でも進歩に突入します。最終ステージです。ここは空中に点在するこの雪の足場を動く床を、ね、動く床で移動していって進むステージです。このステージは、このステージ敵の攻撃3面4面ほどは難しくないんですが、非常に落下死の危険性が高いです。で、あの上下に広いステージなので、あの高いところが落下すると、落下死、一番下に到達して落下死するまでの時間も長いので、かなりタイムロスになります。どういう意味なんですか。いや、ゲームの世界不思議なことがいっぱいあるんでね、自分を取るというジャンプといい、どういう原理かはちょっとわからない、難しいです。2番が4面クリアしましたね。ここはちょっとやっぱり1番の方苦戦してらっしゃる。ここはちょっと厳しいですかね。もうこれは最終面で、最終面に比較的長いんですけど、そんなにあの慎重にプレイすれば差が縮まる場面もねないので、ここはちょっと1番厳しいかな。3番今ここのジャンプ、あのギリギリで飛べれば真ん中の足場を無視して一気にあのね、相手の足場あの飛び越えて右の足場まで行けるんですけど、ジャンプタイミングがかなり難しいんでね、あれは慎重に飛んだ感じですね。で3面、あの3面ですね、5面、あの至る所に出てくるあの緑色の長いこの竜みたいな敵、あ、これです、これです、これこの狭い足場の上で戦わなくといけなくて、でしかもあいつがかなりこちらはある程度サーチしてくる以外は移動、ね、移動がランダムなので、ね、ああやって狭い足場で体当たりをされる。どうしようって感じだって、あんな風にやられてしまいます。1番が4面クリアしましたね。この、ね、この足場移動。で、3番ね、ここ今、なんか左に敵がいて倒したくなるんですけど、これ下手にバリア打って攻撃すると、その隙に他の敵からの弾が飛んでくるんで、ここはおとなしくしてた方がいいです。1番がごめん、突入しましたね。これ2番も、あ、これは3番、今ここは、2番も3番も残機がゼロなんでね、ここうまく2番の方が死なずに進んで、3番の方がどっかで死んでしまったら逆転する可能性はまだあります。3番の方、今ここ何か、あの宝石みたいなのも壊してますけど、ここは4つの宝石みたいな、これね、壊すと、この足場が一番上に来た時に、次の、あのところまで運んでくれます。あそこ、あそこ飛び降りた勇気ありますね。あそこ、このゲーム、足場の、ステージ5の足場の位置、あのまだ完璧、完全に相対、あの、断定できないんですけど、おそらくステージ、ゲーム、あの、シーン開始時からの経過時間で足場の位置決まってるんで、ああやって決め打ちすると、あの自分の希望する位置に足場がなくてシュートがたまにあります。あれを本番でやるのは結構勇気あります。
と陸心ここの、そう、ここの足場、この、ね、空中足場の旅がかなり長くて、1分近くあるんで、まあ暇、ね、敵がいないし、まあ、タイミングも多くて、暇だったら屈伸とかよくします。で、ここでも途中で死んでしまうとね、さっきの宝石地帯まで戻されてしまうんでね、ここ絶対死ねない場所ですね。ここが一番死んだ時の、リカバリータイムロスが多い場面です。一番落下しましたね。ここ、一番の方ね、今ここね、結構難しいんですよね、ここのジャンプ。こうやって間行くならいいですけど、一回で飛び越えるのは難しいです。ここ3番の方、さっきみたいに飛びますかね。ここも下に回転足場があって、そこ渡り歩くんですけど、飛びますかね。飛びます。これはいい。ちょうどいい感じで足場来てましたね、回転が。回転床が。これはでも3人、これはでもこのまま行きますかね。もうそろそろ、3番の方、もうそろそろ5面ボスですね、ラスボス。バリアの位置で、バリアたった位置がかけますからね、弾で。バリア位置変えるのも割と重要な場面もあったりしますね。3番、ここを越えて、これが最後の回復で、ここがちょっとダメージ食らいましたけど、回復があるので大丈夫です。これでラスボスですね。シンゴラスボス、魔界の女王フェリアム。最初に4人の分身を出します。分身を全部倒すと本体が現れるんですけど、最初に本体の頭上で待ち変わることによって、連打することによって、分身2体を、ね、素早く始末できます、これは。これは、あと分身1体ですね。で、分身を全て倒すと、ちょっと、すいません、この、ね、移動が結構ランダム入るんで、もう一に来ない場合があります。で、本体が現れてるんですが、本体は、出現地固定なんで、これも出待ちで、連打で一気にダメージを与えて、本体戦が始まると、真ん中のオブジェの上の紫の宝石部分から弾が飛んでくるんですけど、あれも壊せる弾なんで、連打、真下付近で攻撃連打していれば、打ち消して死ぬことはありませんですね。これは大丈夫ですかね。ちょっと体力一発、次耐えたら一発もらうと死ぬ可能性がありますけど。あ、これ倒しましたね。で、倒したら、これも、はい、飛び降りて、タイム、タイムボーナスと残機ボーナスカットして、はい、これで終わりですね。GG ですね、これは。16分56秒ぐらいでしたかね。そうね、3面と4面がね、自殺できないんで、本当は相打ちが一番いいんですよ。相打ちしたら、その飛びこ、ルール早く、で、しかも3面と4面は飛び降りれないんで、相打ちで倒すと、そのまま死亡演出入って画面すぐ切り替わって、次のステージ行けるんですけど、このゲームって敵に体力が高めなのと、非常に連打してダメージ与える都合、敵の体力計算が難しいというか、そもそもあと相打ちするのが難しいんでね。一応タス動画あるんですけどね。タスさんは全ステージそれやってるんですけど、まあ、基本的にはちょっと人間には、特に4面、3面はなんとか調整できないこともないんですけど、4面はちょっと無理ですね。自分もやろうかと試したことあるんですけど、4面はちょっと基本的に無理だなと。さ、ね、2番ラスボス戦、結構スムーズに分身倒しましたかね。で、ちょっと体力、まだ一発体当たりで、これやっても大丈夫な体力なので。あ、ちょっと、これは体当たり圏内入ったんで。ちょっとこれ、弾に当たって、これは、運が悪いですね。まあ、一定なんですけど、弾の出てくるタイミング一定なんです、上から。ちょうど下のね、本体に対応しようとしたところに、上からの弾飛んできた感じですね。なんでジャイアンドレスなんかは、多分まあ、作者の、シャルズさんの方の趣味だったのか。当時、あまりね、さっき最初に説明したけど、当時あまり、なかったので。あ、これちょっと1番、2番逆転しそうですね。ラスボスの機嫌がそんな悪くなかったら、これはこのまま倒して順位入れ替わり感じですね。これまだ分身戦が、あと左最後の1体ですかね、分身。真ん中まだ2体残って、これともお互い最後の1体ですかね、分身。分身倒すタイミングほど一緒です。あ、ちょっと遅れてますね、やっぱ左がね。あとは本体の移動の気まぐれ次第で、こちらに突っ込んでくるように動いてくれば連続でこう当てられるんですけど、倒す位置によってもね、飛び降りるのが早いか遅いかあるので、真ん中で倒すとちょっとね、端まで距離あるんで、ほんとに些細な差ですけど。あ、倒しましたね、真ん中。これは真ん中方がいいですね。頭いい。エンディングですね。エンディングを一応絵が流れるんですけど。これはい、3人とも倒しまして、エンドですね。
GG お疲れ様でした。でこれでエンディング一応スタッフロールのね合間に絵が入るんですけど、本当に些細な申し訳程度のキャラクター様子です。そうね、エンディング流れておしまいです。そして身投げできる視野を投げした方が、はい、早いです。多分あれは多分死んだ時に画面切り替わって復活演出入ると思うんですけど、それが多分あのなんかどういくつかちょっと分かりづらいんですけど、その残機ボーナスをカットできるのは多分その画面切り替わりがそもそも復活じゃなくてステージクリアの扱いになるんじゃないですかね、ボス倒し本来ならね、あのスコア加算されるんですけど。というわけで3勝者走者ともお疲れ様でした。こんな感じのゲームなんですけどね、これ移植とか全くなんかパソコンでできるあのレトロゲームの復刻プロジェクトのプロジェクトエッグっていうのがありまして、確かそれでこれ配信されてたと思うんですよ。なんか確か PC ンジも配信されてましたよね。そう、あのアクションゲームとして、ね、あのそのキャラクター要素本当に薄いんで、そういうのをお勧めできないんですけど、本当にあのゲームとしてはかなり、ね、あの良質なアクションゲームとして、ね、お勧めできるんで、ね、まあ機会があればプレイしてみればと、ね、プレイしていただけるとありがたいなと思います。はい、というわけで解説の3つ目でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のゲームがですね、チップとデールの大作戦2ですね。こちらも解説の方がいらっしゃいます。次のゲームの準備等しますので少々お待ちください。